小さい頃から工作だったり、理系科目が嫌いではなくむしろ好きだったりしたのが、影響していまして、高校の時にも物理の先生がこう自らハイスピードカメラを買ってこう実験した動画を授業中に流してくれるような先生だったので、より高校の時にこう好きになりましたし、高校の時のオープンキャンパスで、ヒートパイプっていうものに出会いまして、ヒートパイプはそのロケット用に作られた部品のものでして、それを現在ではこうパソコンとかこう日常生活に応用されている部品になっていて、そんなものすごいな、こうやって最先端のもののために作られたものがこう日常に応用されてるって素敵だなって思いまして、こんなものを作りたい、学びたいって感じて理工系に進むことを決めました。私はトライボロジーの研究室に所属しておりまして、トライボロジーとは摩擦、摩耗、潤滑の科学と言われています。うちの研究室は例えば、エンジンの中のこう修道部、すごく速くピストンとかが動いてるので、そこの摩擦する部分にこうどんな油を使ったらいいのか、どんな表面に仕上げたら摩擦が下がるのかっていうのを研究しております。その摩擦を下げる研究を行うことによって、こう車の低燃費化などにも貢献することができます。まず研究の楽しさは、実験や調べていくことによって発見が、新しい発見があることだと思います。また、学部の時では、授業を通してさまざまな知識を身につけられることが、大きな魅力だと思います。私の周りは比較的みんなサバサバしていると思います。みんなサバサバテキパキしていて、こう臆することなく生活しています。で、男の子がやっぱりいっぱいな環境なんですけど、その中でも特に問題なく過ごしていけていると感じています。研究室に所属しているので、実験したりデータを整理したりで、合間にはこう同期とかとおしゃべりしたりですね、あとはそうですね、合間にこう研究室のみんなでご飯を食べに行ったりとかしています。まず大学内では、いつもいる研究室は居心地がいいので好きですし、あと図書館も結構こう集中できる場所なのでお気に入りの場所です。大学の外では、バイト先に行ってみんなに癒されたりとか、あとはみんなでよく行くご飯屋さんとかもお気に入りの場所です。授業が多いからこそ得られる知識の量も多いですし、課題を乗り越えてきたからこその自信もつきます。また、研究に集中できる環境が整っているので、そこも良かったなと感じるところです。機械工学を学んだので、ものづくりに携わりたいと考えています。例えば自動車などのメーカーさんに興味を持っています。取り組んでいることとしては、発表に苦手意識がありますので、ゼミなどの発表の機会を通して話す力を身につけようと頑張っています。工学系などは忙しいっていうイメージを持っていると思いますが、その分得られる知識だったり発見だったりはその分多いので、私自身とても充実した日々を過ごしています。ですので、気になっているのであればぜひチャレンジしてみてください。